はい。みんなテスト頑張ったよね。全員が合格して、先生は I am very happy。また続けて頑張ってお勉強しましょう。では、number one。最初は日本語だよ。みんなで読みます。せーの。アメリカでガソリンを売る大きな会社のコンピューターが壊れてしまいました。まあ本当にあったことです。悪い人たちがこの会社のコンピューターをアタック、攻撃して、ちょっとの間ガソリンを売ることができなかったんだよ、本当に。はい、じゃあ英語いくね。Oh no! The computer is broken. もう broken. 壊れてるって知ってるよね。先生の車が壊れたら、My car is broken. で、足の骨を折るとかいうのも broken になります。はい、次、せーの。Drivers are sad because they cannot buy gas for the cars. Drivers というのは運転手さん。車やバスやトラックの運転手さんたちは sad because ってなんだっけ？どうしてかっていうとね、they cannot buy。 buy 久しぶりだね、なんだっけ？買う。買うことができないんだもん、彼ら。何を？ガスというのはガソリンです。みんなのパパの車だってガソリンがなかったら走らないよね。なんと、cannot buy gas。ガソリンを買うことできません。次にね、for、線が引いてあるでしょ？大事。何々のための、誰々のためにっていう意味。父の日のためだったら for my father。 お父さんのために何かカードでも書いてあげたかな。 for the cars。 ここは車のため。車のためのガソリンを買うことができないんだもん。 drivers are sad。 はい、次。 the school bus cannot run。 みんなはスクールにバスで行くの？ do you go to school by bus? No, you walk。みんなは歩けるからいいよね。でもめぐちゃんたち、遠いんです、学校が。歩いたら1時間以上かかるんじゃない？毎日スクールバスに乗っていくんだよ。でも今日は、The school bus cannot run. Meg and Fred are sad because they cannot go to school.もう先生が日本語言わなくても意味わかったね。ちょっと考えてみてね。もう一回言ってみるよ、先生。Meg and Fred are sad because they cannot go to school. で、ふと周りを見渡してみれば、They see no cars in the town. こんな日があってもいいなと先生ちょっと思った。街の中に They see no cars.一台も車がないんだって。見えません。They hear no motorbikes. Motorbikes というのはオートバイ。オートバイってブルンブルンって音がするじゃない？全然聞こえないの。It is quiet. これ覚えるんだよ。なんだろう？ quiet。静かなだったよね。みんながうるさければ先生も please be quiet。静かにしてくださいって言うもんね。車もなければオートバイもない。It is quiet. はい、number two. あら、そこにカッポカッポ音がして向こうから何か来るよ。What is that? A donkey. Donkey って知ってる？うん。ロバさんです。馬よりちょっと小さいよね。あれはなんだ？ロバさんだ。なんか人間も一緒に。Who is that?だから、what は何？人間だったら、who、誰だよね。Farmer Bob でした。They come to the bus stop. バスストップというのはバス停。Farmer Bob がこんなこと言ってるよ。Hi Meg. Hello Fred. You cannot walk to school. You can walk なら歩けるけど、you cannot. 歩けないでしょうって。It is far. Far は初めてだね。遠いってこと。みんなの学校は Your school is not far. 遠くないから歩けるけど。だから、ここの
学校は、そうね、8キロぐらい、10キロぐらい遠いかもしんないね。だけど、ブラウニー can take you to school。あら、誰だろう、ブラウニーって。ブラウニーはね、can できるんだよ。take は連れて行く。何回か出てきてるけど、ちゃんと覚え直して、連れて行く、持って行く。ブラウニー can take you to school。君たちを学校に連れて行けるよ。ロバさんの名前なんだね、ブラウニーって。本当はチョコレートケーキだよね、ブラウニー。次。Get in the wagon, please. この箱みたいなワゴン。これに乗ってくださいって。Meg is surprised. まあ、びっくりするよね、みんなだって。But she's happy. ぎょっとしてびっくりしたけど、でも結局は、はい、ここが大事。But というのは、でもねっていうこと。Because がどうしてかっていうとね、だったけど。But は、でもね。She's happy. 驚いたけど、でもね、嬉しいな。もう一回行こう。Meg is surprised, but she's happy. Because Brownie is a very pretty donkey. ブラウニーちゃんはね、とっても可愛い、綺麗なドンキッキだったから。Brownie's eyes are brown and big. Brownie's ears are soft and long. 何 ear? 耳だよね。お耳は二つ通常ついてるから、ears。でもなんで brownies? こっちにもついてんの？ brownies。そうだよね。ブラウニーちゃんの。ブラウニーの耳たちって are soft。soft は？柔らかい。and long。長い。うさちゃんみたいに長いの。ドンキーは可愛いよ。ではテストします。Number one。コンピューター壊れてる。Good. The computer is broken. メイちゃんとフレッド君は悲しいよ、ここまで。Yes. Meg and Fred are sad. どうしてかっていうとね、って初めてね。彼らは学校に行くことができないから。Great, because they cannot go to school. つなげるよ、Ready, go. Meg and Fred are sad because they cannot go to school. あ、先生飛ばしてる。買うってなんだ？ So, buy. じゃあ、何々のためにとかための？ for. じゃあ、静かです。 Okay, it is quiet. はい、number two. あれはなんだ？ What is that? じゃあ、あれは誰だったら？ Who is that? 彼らはバス停に来ます。そうよ、行くなら go だけど、来るだから come. They come to the bus stop. それは遠いからねって言ってあげて。It is far. ブラウニーが、じゃあ連れて行くことができるよ、君たちを、ここまで。Excellent. ブラウニー can take you. どこに？学校へ。矢印も入れるんだよ。So, to school. つなげるよ、せーの。ブラウニー can take you to school. はい、メグちゃんびっくり仰天。Meg is surprised. でもねってなんだっけ。So, but, 彼女は嬉しい。She's happy. じゃあもう一回全部 ready go. Meg is surprised, but she's happy. じゃあ、ブラウニーちゃんのお耳たちは、柔らかくて長いよ。Well done. Brownie's ears are soft and long. もう一回 ready go. Brownie's ears are soft and long. Good job, everybody. それでは一週目はここまでです。二週目、number three. で、カッポンカッポン、ワゴンは学校に向かっているところです。The wagon is slow, but Fred is happy. スローって覚えてる？ゆっくりなって意味だよね。早いはなんだっけ？
so fast. だから、ワゴンはゆっくりです。遅いの。But, あら、なんだっけ、but。でもね、フレッド君は、is happy, 嬉しい。こんなこと言ってるよ。I can hear the church bell. Hear は、そう、聞こえる。あ、僕には聞くことができるぞ。聞こえるぞ。Church ってね、教会。キリスト教の教会。先生のとこには近くにあるよ。こう、カランカランって鐘が鳴ったりして、そして神様のことを聞きに行ったり、神様にお祈りをしに人々が集まってくるところです。そのカランカランのね、鈴の音、church bell が聞こえるぞって喜んでます。確かに、school bus is fast。ああ、出てきた。school bus は早いよ。But, でもね、I cannot hear the bell in the bus. そうかもね。ゆっくり行くと何でも聞こえるし何でも見えるけど、バスはピューンって走るから。しかも窓なんて閉まってれば、I cannot hear the bell. その鐘の音が聞こえるの？聞こえないの？聞くことできません。in the bus, バスでは。長いけどもう一回せーの。School bus is fast, but I cannot hear the bell in the bus. もう一回 ready go. School bus is fast, but I cannot hear the bell in the bus. めぐちゃんもこんなこと言ってるよ。I am happy because I can go to school with Brownie. さあ大事な with。なんだっけ？一緒にだったよね。with Brownie。Brownie と一緒に何することができるの？そう、学校に行くことができる。だから嬉しいんだね。もう一回言ってみよう。せーの。I am happy because I can go to school with Brownie. はい、number four。で、何日か経って、もうスクールバスも走り始めてます。It is Sunday. 何曜日 Sunday. 日曜日です。Meg and Fred come to Bob's farm. 二人はね、そう、Bob's farm に来ます。なんか手に持ってるよ。They have vegetables for brownie. Vegetables, お野菜持ってるんだって。あら、for, なんだっけ？ためのために、ブラウニーのためのお野菜を持ってます。で、めぐちゃんこう言ったの、ブラウニーに。This is for you, brownie. これはあなたのためのものよって。This is for you. これは君のためのもの。だからパパへのプレゼントだって、This is for you. ママへのお手紙だって、This is for you. って言って渡してね。でね、I give you a sweet carrot. はい、give, 久しぶりだね。あげる。私あなたにあげるわ。I give you. 何を？ a sweet carrot. 甘い人参をあげましょう。そしたらフレッド君も、This is for you, brownie. 何あげたんだろう。I give you fresh cabbage. あ、これはキャベツの葉っぱなんだね。fresh.覚えるとこにはないけど。新鮮な。日本語になってるか。新鮮なキャベツをあげよう。次。Meg and Fred have sandwiches. 二人はね、サンドイッチを持ってるんです。They are happy because they can eat lunch. 間違えちゃった。can はなかった。悪いね。もう一回せーの。They are happy because they eat lunch with brownie.二人は嬉しい嬉しい。なんで？ Because they eat lunch with brownie. そうだよね。with brownie. brownie と一緒にお昼食べるから嬉しい嬉しい。めぐちゃんがね、サンドイッチ食べながら、I want a donkey って言ってるよ。先生も実は I want a donkey。ロバさん欲しいな。フレッド君はね、I want a horse。もうちょっと大きいのがいいみたい。お馬さん欲しいなって。みんなはどう？ Do you want a donkey or a horse? はい、ではテストします。Number 3。ワゴンはゆっくりです。
The wagon is slow. でもねってなんだっけ。But Fred は嬉しいよ、喜んでるよ。はい、Fred is happy. ちょっとつなげていってみよう。せーの、The wagon is slow, but Fred is happy. 確かにスクールバスは速いよって言ってくれる。Good. School bus is fast. でもね、僕聞くことできないんだもん。何だっけ ?The bell. 鐘の音。で、最後にバスの中ではも入れて。Wow! It's a long sentence. 長いのによくできました。But I cannot hear the bell in the bus. スクールバスから行ってみようか。せーの。School bus is fast.But I cannot hear the bell in the bus. めぐちゃんも、あたし嬉しいわって言ってる。I am happy. だってだって、私学校に行くことできるんだもん、ここまで。Right, because I can go to school. 誰と一緒だっけ ?Brownie と一緒に。Yes, with Brownie. 全部つなげてせーの。I am happy because I can go to school with Brownie. はい、number four. メグちゃんとフレッド君はボブのファームに来ます。Good job. 来るだから come だよね。Meg and Fred come to Bob's farm. 彼らはお野菜を持っています。ここまで。They have vegetables. 誰のためのブラウニーのため。For brownie. つなげてせーの。They have vegetables for brownie. はい、めぐちゃん。これはあなたのためのものよって渡しています。はい、This is for you. 私あなたにあげます。なんだっけ?何あげるの?そう、甘い人参を。Yes, I give you a sweet carrot. メグちゃんとフレッド君はサンドイッチーズを持ってるよ。はい。もう持ってるなんて考えなくても have 口に出てくるようになったね。すごいよ。Meg and Fred have sandwiches. 彼らは嬉しい。They are happy. どうしてかっていうとね、彼らはブラウニーと一緒にお昼ご飯食べるんだから。できた?この長いの。すごい。Because they eat lunch with brownie. 全部つなげて ready go. They are happy because they eat lunch with brownie. Well done everybody. 下になんかもう文章が書いてあるちょっと太い字、大きい字で。もしできたら読んでみてね。それではまた明日。バイ。